ブエノスディアスパドレス副キャプテンの山本です。本日は私が営業車両ベルファイアハイブリッドエグゼクティブラウンジの機能紹介ではないですけども、こんな感じで本当に掃除してますよみたいな、今のところ自分のベストのやり方というか、そういったものをどんな感じで衛生とか清掃を気をつけてるのかなとか、どれぐらいやってんのかなっていうのを包み隠さず見ていただければと思います。これはですね、法人の時もちゃんと掃除ある程度はやってましたけど、やっぱり今個人タクシーになって、でまあそれなりの車両に乗ってるってことで、やっぱり本当にお客様から選ばれることが多くなりまして、わざわざやっぱり選んでくれるっていうその気持ちに応えたいっていう風になるのが、まあ、普通というか私はそういうタイプなんですけども、万が一のことがあってはいけないっていう気持ちもありますし、より快適に、やっぱり綺麗な車に乗りたいっていうのは当たり前だと思うんですね。なのでどんな感じで清掃してるのかっていうことを見ていただけたらと思います。あとですね、一つだけご利用になっていただくときにちょっと知っておいていただきたいことがございまして、それはこのエグゼクティブラウンジの一番の売りが、このセカンドシートなんです。エグゼクティブラウンジシートっていうんですけども、ここのですねリクライニングを調整するときですね、よくどうやんのってガチャガチャガチャってなんかいろいろ無理やりバキンみたいなことをされたことがあるっていう話も聞いたことあるんで、リクライニングの開き方だけこの動画をご覧になった方にはちょっと見ていただきたいと思います。映ってるかどうか。本当ですね、この左側の席だと左側の肘掛けにあって、それの外側の側面を触っていただくと、私の車両にはザラザラのマジックテープの片方がついてるので、それを押しながら内側に開いていただくと、このように一通りリクライニングとかスポットライト、あとはシートを温めるのと涼しくなるやつとかいろいろありますんで、そんな感じで使っていただければと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあちょっと清掃の方をやっていきたいと思います。あ、すいません、使ってる清掃の時に使ってるものを一通りちょっと説明しようと思います。この時期なので、アルコール系のスプレー、高濃度アルコールスプレーがこちらに用意してます。あとは CM でやってる E-TAC っていうのも今でも一応これ あるので持ってます。あと1個は、次男がですね、レアルマドリードスクールっていうところに行ってて、そこで紹介されてたポペイロマジックウォーターっていうのも使ってます。これはアルコール系じゃないので手に優しいってことなの で、まあこれをそのお客様が座るところのここのボックスにこんな感じで入れてますんで、そしたらまあこれ使っていただけて、特別にいいねってことは説明する時もありますけど、ここにあとパンフレットもこうやって差してありますので、でも自分としてはまあアルコール系の消毒よりもこっちの方が個人的には気に入ってます。よかったら使ってみてください。で、これは手に直接吹きかけるのもありますけど、こうやってこれで消毒もしてますね。これで、清掃してます。これとあとは、ちょっと匂いがって思った時はファブリーズも使ってます。と今日は車内編みたいな感じなんですけど、内側の窓がやっぱりお子様とか乗った時ですね、ちょっとペタペタって触っちゃうと汚れちゃうっていうので、服ピカと、あとは、ウエスと、あとはこれ自分のタクシーの先輩におすすめしてもらったフロアマットの、ゴミをとりあえずまず1箇所に集める時にこれすごくいいですね。これアマゾンで買います、500円ぐらいで。でこれはダッシュボードとかをきれいにする、なんかホコリをささっと取るやつ100円です。あとは仕上げの微粒子を取る時の、私が初めて経費で買った、ダイソンのハンディクリーナーです。これ後で使ってるとこ見せます。こんな感じです。じゃあやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。一応ちょっともう綺麗になっちゃったからあれなんですけど、なんか例えばもうちょっと硬いブラシとかだとゴミをなんかパン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 跳ね散らかしちゃって、でもこれはですね、あんまりそのゴミが跳ねることなく一箇所に割と集めやすいです。これはでも本当にちょっと今日はあんまりそこまで汚れてなかったんで活躍しなかったですけど、これ結構おすすめです。感じで結構取れます。粗めのゴミはまずこのコロコロで僕はいつも取ってます。で先にじゃあちょっとダイソン使おうと思います。ダイソン、ダイソン、
ったんで、ダイソンやってる振動ですかね。とにかくダイソンは結構本当に強力ですよ。おすすめでは今ちょっと高いですけど。で、自分買った時にこんななんかケースみたいなの一緒についてきたんですけど、このケースのしまい方にちょっとプチ情報というか、これ全部しまいたい時にこのモーターの部分を、ね、左側にした場合にヘッドをこっちに入れることによって、まあ、チャックはですねこれ全部閉まらないんですけど、バタンと一応マジックテープでこんな感じで閉まえるようになると、このさっきの方向を間違えると閉まらなくなるので、ちょっとここちょっとダメですけど、まあ、これでとりあえず収納してます。今からちょっと USB 拭こうと思います。バックルとか触るところ、取っ手とか、そういうところに感じる。あと、このリモコンの、これテレビ見れるんですけど、普段はこんな感じになってて、ここをちょっと押していただいて、リモコン取って、ディスプレイ開閉、あ、エンジンかかってないからあれだけど、このボタンとこのボタンでやります。これも消毒します。よいしょ。安心して使ってください。こんな感じでやってます。これ今日だけじゃなくて本当にやってますよ。で、拭き終わったら最後にファブリーズ除菌タイプ無香料。あんまり匂いは、匂いはですね、私の車は、これ使ってます。ボネッシュっていうのかな、の8番。オートバックスとかイエローハットとかでも売ってるし、アマゾン楽天でも売ってます。この匂いめっちゃ好きなんで、で、しかも一番町のあたりに住んでる綺麗なマダムの人もいい香りねって言ってたから、いい匂い。お墨付きです。一番町のマダムお墨付きです。僕もこれ好きなんで、匂いはこれです。なので、ファブリーズは無香料を使ってます。これをシュッシュします。はい、ということでいかがだったでしょうか。とりあえずこんなぐらいにしておこうと思います。これ動画編集するのもなかなか大変なんでこれぐらいにしておきますけど、窓もちゃんと拭けるし、あとはね、僕はこれ洗車機かけてます。普通にエネオスのスタンドの洗車機がーってかけて拭き拭きしてます。で、月に1回リピカっていう、何コーティング、なんかそのガラスコーティングじゃなくてフッ素コーティングとかリピカっていう商品使って、撥水系ので月に1回ちょっとキレキレして、それ以外はもう洗車機ぶっ込んでますね。まあ、それで外見は十分、まあ、車内はこんな感じでいつも清掃してます。もうぜひ安心してご利用いただければと思います。近距離は、ご遠慮願いますっていうのは冗談なんで、ぜひご用命のほどよろしくお願いします。じゃあこんなところで本日は終わりたいと思います。アディオース。ダイソンのゴミがどれぐらい取れてたか一応見てください。ほら、結構取れるでしょ。結構これすっげえ微粒子、コロコロじゃ取れてないやつ、そういうゴミもちゃんと取れてるんで、ダイソンおすすめです。はーい、以上でございます。シュッ。